こんにちは、シグマの桑山です。シグマステーションオンラインプロダクトセミナーの時間です。本日は写真家の藤村大輔さんを本社にお招きし、3月14日発売のシグマ 15mm F1.4DGDN アート、これについて語っていただきます。このレンズは、先月行われました CP プラス2024で、タッチ&トライを皆様にしていただきました。多くのお客様がご来場されて試された方も多かったと思います。藤村さんにはこちらのレンズを先にお渡ししてですね、作例、ウェブサイトでの作例、 CP プラスでのステージ、こちらの作品を撮っていただきました。すでにご覧になられている皆様も多いと思いますけれども、今回、その作例に加えて新しい作品も入っていると伺っていますので、ぜひ、皆さん楽しみにしていてください。はい、それではですね、藤村さんに今日お越しいただいてますので、いろいろお話を伺いたいと思います。はい、こちらですね、15mmの F1.4 になりますね。でこちらがですね、1360g という重さになっておりまして、まあ、藤村さんには作品を撮っていただくためにお送りさせていただいたんですけども、これ見た印象っていうのは印象、はいはい、印象、第一印象ですね。はい、これはもう何と言ってもでかい、重いでしょう。重い、はい、これそうですね、僕も今持ってて、はい、ずしっときますよね。はい、まあ、もちろんこれ、まあ、開放 F 値がね、1.4 っていうのもあって、はい、まあ、1360の重さなんですけども、1360、はい、これですね、はい、実は一緒に発表した 500mm の F5.6 が、はい、なんと 1370g で、はい、10g の重さの違いなんですね。まあ、印象はかなり、ね、違っていると思うんですけども、うん、まあ、この重さをもってして F1.4 なので、まあ、僕はこのレンズの、ね、開発を聞いた時に、おお、すごいレンズが出るもんだっていうのは驚きました。はい、うん、はい、でさらにですね、そこから進めてこの 1.4 じゃなきゃ撮れないものがあるなって、うん、今まで撮れなかった作品がこれから続々出てくるかなと思っておりますので、うん、そうですね、うん、まあ、結構ワクワクしています。うん、はい、はい、なので、この魅力ね、いっぱい撮影していただいたと聞いてますので、ぜひ、これからね、作品見ながら語っていただきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、そしたらですね、まあ、僕が撮った写真をお見せしながら、ちょっと説明をねしていきたいと思います。はい、じゃあスライドの方を、まずね、これどういうレンズか皆さんまだねお手元にないかなと思いますので、写真で、ね、ご覧いただきたいんですけれども、こういうレンズですね。これ今カメラは FPL につけて、つけた状態の写真ですね。まあ、大きさ、そうですね、カメラ本体の大きさから想像してもらえると分かると思うんですけど、カメラ本体よりは大きいですね。大きいですね。はい、ちょっと FP がちょっと小さすぎるっていうのはそれもあります。はい、当然重さも重いです、ね、でも、次のね、この写真が横から見た写真ね、はい、あと上から見た写真なんですけども、こんな感じの大きさになります。はい、でここね、書いてあるように魚眼ですね。魚眼なんですけれども、うん、対角線魚眼っていう、種類の魚眼になりますので、丸い円周魚眼じゃなくて画面全体にね入るタイプの魚眼、レンズになりますね。はい、で、この 15mmF1.4DGDN、ダイアゴナルフィッシャーということで、これはね、対角線魚眼ですよというフルサイズ対応のミラーレス専用の、対角線魚眼という形になります。で魚眼レンズってね、僕今までいくつ も昔から使ってきてて、でやっぱり魚眼レンズすごく面白いんですよね。面白いんですけど、はい、作品するには非常に難しいっていうか、癖が強すぎて、でどうやってこうかなって悩みながら、でもハマった時にはすごいいい写真が撮れるっていうのが魚眼レンズでもあるんですよね。そうですね。ね、で、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですが、僕自身はよく夜景の写真なんかはね、はい、撮ったりするんですけど、夜景ってどうしてもいろんなところに光があったり光がなかったり、街灯があったり、まあ、いろんなねすごい人工光があって、光の扱いが非常に難しいのが夜景写真っていう形になるんですけど、
まあ、フィッシュアイで今まで夜景写真もたくさん撮ってきて、まあ、あの後でも説明しますけどね、一番困るのが、一番大切なのは光なんですけど、困るのも光なんですよね。なるほど、うん、っていうのがね、あの夜景写真なんですけど、その辺もちょっとね、うん、後の方で説明します。はい、はい、でまあ、F1.4 なので、星景写真ね、はい、星空の写真を撮る方に非常に向いているとは思います。はい、ただまあ、まあ他に、星景写真専門でもう撮られてる方もね、はい、サグレでいらっしゃいますので、まあ、僕はちょっと今回は星景写真以外の写真でね、はい、皆さんサグレを見せたいかなと思います。はい、はい、まずはね、全く星と関係のない都市風景ですね。はい、都市風景、これは新宿ですね。新宿、西新宿ってすごくね、ビルがたくさんあって、うん、でここの位置っていうのは、まあ、比較的有名な位置っていうかね、はい、あの歩道橋の上から写真を撮るんですけど、まあ、ビルが乱立していて、まあ、すごい大きいビルで距離もないんですね。うん、通常だったら、まあ、まあ広角、そうですね、24以上広角にした状態で縦位置ぐらいにしないと入らないような位置なんです、距離感は。はい、でもこのレンズフィッシュアイ、15mm のフィッシュアイだと横位置で左右のビルまで含めて余裕で入るっていうね、画角ね、まあ、これあと歪みっていうのが魚眼特有のね、丸い歪みしてますよね。はい、うん、本当に魚眼らしい、ね、そう、作品ですよね。これは本当にこのパッと見た目っていうのは、はい、皆さんねこれ見てもらえれば、あ、すごいなと思ってもらえると思うんですけど、これちょっと一歩間違うと全部歪んでしまうので、写真撮るときにはちょっと注意している面があって、うん、例えばこの真ん中のまっすぐ立ってるビルありますよね。はい、この真ん中の構図の真ん中っていうのはフィッシュアイだともまっすぐの線はまっすぐのままなので、うん、あの水平が狂ってなければ、なのでまっすぐ のビルを真ん中に置いて中心に位置をするという構造を気をつけてます。フィッシュアイって全部歪んでしまうので、どこかに芯を必ず持ってこないと、なかなかちょっとね収まりにくいっていうのがあるんですね。そうですね、うん、フィッシュアイってなかなか難しくて、うん、曲がる曲がるって全体曲がるって、そう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 、もう全部曲がっちゃいますからね。これなんかもそうなんですよね。やっぱり真ん中付近にやっぱちゃんとね、これは何だろう、これ通気口なのかな、煙突みたいなね、はい、うん、この地下の何か地下にあるんでしょうね、そこから排気をするためのダクトみたいなんでしょうね、それがあって、まあ、ニョキッと出てるから面白い形してるし、これ思いっきり近づいてフィッシュアイだったらどうなるだろうと思ったら、やっぱり面白くなったりね。うん、そうですね、うん、なので、まあ、さっきはと、うん、ビルの距離も違っているので、うん、見え方がちょっと違ってますよね。ですね、で、まあ、これ同じ場所で撮ったんですけど、次の写真、この写真はね、カモメが飛んできてるんですね。まあ、いいところにカモメが飛んできてね、いいね、まあ、パタパタとね遊んでるんですけど、カモメが飛んできてね、ちょっとねチャンスと思ってパチッと撮ったわけなんですけど、ちょっとね拡大してみたらピントが甘かったんですね。なるほど、うん、で、あ、これちょっとピンボケだなと思って、じゃあちょっと設定変更しようかなと思って撮ったのが次の写真とかね、うん、もっともっとねいっぱい寄ってきてくれたんで、もっと、撮るチャンスが増えたんですけど、この時に変更したのは、まあ、ピントもあえてね、こんなに至近距離でカモメがバンバン飛んでたらピントってまず合わないんですよね。そうですね、合わないので、もうこれパンフォーカスにするしかないなと思って、ここはやっぱりね、この 15mm のフィッシュアイっていうのは、パンフォーカスで、できるんじゃないかなっていうふうにちょっととっさに思ったので、ちょっと絞り気味にしました。はい、これ F5.6 にしてちょっと絞っている。あ、 5.6 って言ってもね、これもうかなりこのレンズは絞ってる方なんですよね。開放が 1.4 だから、ね、でちょっと絞り気味にして、被写界深度を稼い で、でパンフォーカスにして、でもうあとブレないようにシャッタースピードも早めにしといて、もう全くモニターを見ない状態でノーファインダーで撮ってる。ノーファインダー、ノーファインダー、もう完全にもうこっちの方かな、こっちの方かなって向けるだけ、うん、でもうシャッターだけ押してっていう。なるほど、うん、もう結局鳥がたくさん飛んできて、どこに飛んでいくか分からない、どこから飛んでくるか分からないという状況なので、全体を見てなきゃダメなんですよね、周り、左も右も、ね、しかもこのレンズ180度入りますから、はい、あっちゃこっちゃ鳥が飛んでて、どこに辺にいるのかっていうことを自分の目でも確認しなきゃならないから、ファインダーとかモニターとか見てると、それがうまく間に合わないんですよね。はい、うん、なのでもう完全にもう目で見てるだけ、もう、
なるほど、まあ、下手に AF にするとね、うん、後ろ行ったりとか、うんうん、あの荒のところにピントを行ったりするの で、ねまあ、まず MF にしてですね、ある程度距離のところでピント合わせしといて、うん、F56、まあ、好みによっては8とかね、はいはい、絞っていただいてもいいと思うんですけど、そうすると全体に合って見えるようになりますの で、ねうんかなりあの被写界深度は深いレンズではあるので、うんうんまあ、そのあたりを活用していただければ、ね、こういった写真が、ねうん、撮れると思います。これ AF だと苦労する、ね、そうそういやね、AF だったらきついでしょうね、うん、これね、うんまず無理でしょうね、AF だったらね、難しいですよね、で思ってるところにピントが合うかどうかもね、あそう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 、そうなんですよね、うん、あの結構数を取ってですね、うん、そこからセレクトするっていうのはいいかもしれないですね、うんはいうん、で次の写真はね、はいまあ、これはもう街中のスナップ写真なんですけども、はいまあ、路地裏に行ってなんかすごいねなんかステッカーみたいなシールをベタベタベタ貼ってる場所があってですね、はいあこれはこれでなんかちょっとどぎつい感じはするんだけど面白いシーンだなってことで ねちょっとかなりこれは近寄って撮ってます。で、すごい近接撮影っていうかすごい接近して撮ってるんですけども周りの右側に、まあ、街の中の風景もちょっと取り入れながらこれやっぱ画角が広いから、うんこれができるんですけどすごく左側には面積に壁を入れてるんですけども右側にちょろっと人が入ってたり、風景が入ってたりっていうのがね、これやっぱりこの超広角フィッシュアイっていうものの画角のメリットでしょうね、これはね。そうですね、うん、なんかこれ普通の、ねうんまあ、14ミリっていうね、はいはいはい、あの超広角ありますけど、うん、これだとまた印象も違ってそうですねこれ撮れないかもしれないですね、うん、あのまたこのフィッシュアイならではのこの歪みっていうのが逆に生きてる感じしますよね、そうですね、はいまあ、手前と端の建物の曲がり方とか、うん、よく入ってるのとこれ回あの絞りはこれ絞り開放で撮ってるんですこれ、ね、絞りでこれでちょっと注目したいのが、うん、僕これ撮った後にちょっとびっくりしたのがねこの普通開放でこういう風に接近して撮ったら、端っこの方ってまあ、にじみだったりとか収差だったりとかっていうのがね、出やすいんですよね、こういう状況っていうのは、なんでちょっと意地悪な言い方をすると拡大して見てみたりしたんですよね、でもね全然収差が出てないんですよこれ、いやこのレンズちょっとすごいぞと思って、ただでかいだけじゃないぞと。そうですね、いやこのレンズの画質っていう面で、ここでちょっと確信したのがこの本当に、この収差が出やすい状況で全く出てないっていう、これは本当今ねこのモニターこの映像を今見ているテレビの前パソコンの前の人が、ね、どのくらいちょっと確認できるかわからないんですけれども、実際にね使ってみていただけたら非常にこれはこういうことだったんだっていうのは分かるんじゃないのかなと思います ね、うんまあ、なかなかモニターだと分かりづらいかもしれないですけどね、実際あの撮影して絵見ると抜けがいいっていうかね、気持ちよく見れる写真が多いと思います。そうですね、でおそらくですね、あのホームページとかご覧になられた方はですね、MTF とか見れると思うんですが、あれがほとんど直線になっているというか上の方に張り付いているっていうので今までのフィッシュアイと比べてね、もうありえないですよね、ありえない性能になっているので、まあ若干周辺だけちょっと MTF は落ちるので、まあ周辺見ると若干ここが弱いかなっていうのはあるかもしれないですけど、ほとんど気にならないで、そう、それだって今までのフィッシュアイに比べたらもう段違いですよね。そうですね、もう全然違うものに、しかも 1.4 で上に張り付いてるっていうので、まあ通常ありえないですね、ありえないですよね、なのでまあその辺の画質も楽しんでいただけるんではないかなと思っています。だからまあ 1.4 なんですけど 1.4 を安心して使えるっていうことなんですよね、なのでこういう表現もね、そうですね、いただけるかなと思いますね。まあ今度はね街中のスナップですね、まあこれはまあ、フィッシュアイでスナップ撮影っていうのはね、まあ、僕自身なかなか経験が少ないんですけどやっぱ基本的には風景を撮ることが多い人間なんですけど、スナップも撮りながらってことなんですけどね、フィッシュアイっていうのは、まあ、どっちかというと風景が多かったかなと、まあ、でもスナップもいろいろ今回撮ってみて、スナップをフィッシュアイで撮るのって面白いなっていうふうに感じたんですよね、それのきっかけの一つが、まあ、この写真でもあるんですけど、これ実は
あの新宿の東口に猫交番っていうでっかいモニターがあって、はいはいはい、あのな看板のモニター、はい、うん、があってそこにね、あの今映ってるんですけど、猫のね、猫にこう警官の帽子かぶったおまわりさんみたいなね、あれは可愛らしいんですけど、あれはすごく立体的なんですよね。そうですね、モニターがあるだけなのにすごくあそこから飛び出してきそうな感じの猫交番なんですけど、そこの、目の前で、まあ、スナップを撮っていたら、ちょうど僕が構えているにもかかわらず僕の目の前でスマホで反対側を撮り始めたおばちゃんがいてですね、おいおいおいと思いながら僕もまあそのままカメラを構えつつ、はい、おいおいこのおばちゃん、うんと俺のこと気づいてないのかなとか、見えないはずないのになと思ってて、だけどまあいいやと思って、まあ、そのまま横顔だしそのまま撮っちゃったんですよね、うん、そしたら面白い絵になって、かなりおばちゃん自体は右に向いてスマホで写真を撮ってるんですけど、そのおばちゃんを、その猫交番の猫警官がじっと見てるみたいなね、そういう絵柄になったんですね。であえてここではですね、少し絞りを絞ってシャッタースピードを遅くして、はい、で行き交う横断歩道を渡る人をちょっとねブラしてみたんですね。あ、なるほど。ちょっと臨場感を出して、そうですね。でそのこの一瞬後に、はい、今度この写真ですね、このおばちゃんがスマホの写真を撮り終えてひょっと僕の目の前を横切る瞬間ですからね。で何を思ったんでしょうね。なんかちょっと罰悪そうな感じに見えるんですけど、僕のことを気づいたのかなやっとね、でその時にちょうど猫交番じゃなくて猫警官も、ね、あのそのおばちゃんの方を見てるっていうね、なかなか面白いシーンでしたね、はい。でまたこの違うシーンで、今度はこのモノクロからねカラーの方にしました、スタンダードにしました、でこれはお姉さん2人が今度猫交番の方がね、後ろちょっと皆さん見てほしいんですけど、あのモニターのところがお尻だけになってるんですよ、穴の方に入ってるんですよ、なんか部屋の穴のところに顔を突っ込んでる、はい、そしたら今度右側の、ところスタジオアルタの方の、モニターから顔が出てきてるんですね。あ、そうなんです。そうなんですよ。これ ね、僕は実は知らなかったんです。これこういう風になるっていうの。そうなんです、ね。うん、あの左側のモニターしか僕見たことなくって、ちょうどね連動してたんですよ。これは違うモニターなのに。だからあの指を、そうそうそう。あ、こっちにもいるみたいな感じでね。ね、このお姉さん、あ、こっちにもいるぞっていう風に、あ、いるよっていう感じでね指差してるんですけど、当然僕その後ろから、この女性2人を撮ってるんですけど。まあ、皆さんねお分かりかと思うんですけど、フィッシュアイっていうのは非常に小さく映ってしまうんです、全てがね、はい、なので小さく映るにもかかわらずこれだけこの女性を2人を、大きく撮れてるってことは、はい、どんだけ近づいてんだよっていうね。なるほど。これ撮影シーンはなかなかシュールな撮影シーンは、そう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 、ね、そうなんですよ、ね、ちょっとドキドキしながら、はい、これね緊張しながら撮ったわけなんですけどね、はい、一瞬で、でも一瞬でそれが撮れてしまうっていうのもまあ、このレンズの良さでしょうね。そうですね、はい、まあね、その今言ったように、はい、超広角なだけにね、やっぱり被写体を大きく写そうと思ったらそれなりに近づかなきゃならないわけなんですよね、はい、この、提灯でもねだいぶ近づいてるんですよ、うん、ほぼもうくっつくまでいかないけれども、くっつくに近いぐらい本当に近寄ってるんですね、フィッシュアイのスナップっていうのはどうしてもみんなが小さくなってしまうから、はい、近寄るっていうのが大前提になると思うんですね、うんうんうん、それができるかどうか、まあ、できるシチュエーションの、場所とか被写体というものを選ぶ必要があるのかなっていう、ね、はい、そうですね、うん、多分あの皆さんがさ、まあ、もしフィッシュアイ手に入れて撮影した時に、うん、ファインダーで覗いた感覚より実際撮り終わった絵を見ると、うん、もっと離れてるように見えるね、なので多分はフィッシュアイの撮影でうまくいくっていうのは自分の思った時より一歩二歩前に出て撮るのがいいかもしれないですね。そうですね、よくねあの男性用の撮りなんかも書いてますよね、一歩前へってね、一歩前へ。そうですね、余談です。でね、次の写真も、はい、そうですね、まあ、こういうね瓶ビールが、まあね、飲み屋さんの前に置いてあるわけなんですけど、はい、なんかねやっぱり飲み屋さんってねフラッと惹かれるんですよ ね、はい、ね、まあ、のんべえ、のんべえと言われるんですけども、よくねそんなに飲まないんですよ僕はね、だからこれ見ると手前のがでっかく、そうそうそう、ね、奥がねすごいちっちゃく、うん、そう、やっぱりこの画角の広さ、フィッシュアイっていう歪みとこの画角の広さっていうのが、はい、このスナップの
面白さ、広角スナップ、超広角スナップの面白さですよね。そうですね、うん、あと奥の方に人がいます、います、いますよね、はい、でもこれってかなり離れてるように見えるんですけど、本当ね、距離的には多分2、30メートルぐらいじゃないかな。なるほどね。すっごい離れてるってわけではないと思うんですよ ね。まあまあちょっと離れてるんですけど、うん、結構なんか距離感があって面白いなと思います。もう本当にもう自分でファインダーとか、これはファインダーじゃなくてモニターですけど、うん、モニター見ながらずっと人が一歩一歩歩くたんびに、もうすぐちっちゃくなってくるのが分かるぐらい、広角っていうのはね、すぐちっちゃくなりますからね。そうですね、うん、まあ、この辺が面白いところですよね、うん、そう、はい。じゃあ次の写真ね、おお、これはね、なかなかちょっとシュールな、ね、ね、いい感じで、うん、トンネルの中で、スナップショットをしたんですけど、これ、ちょっとね、トンネルの壁のところにこう矢印が書いてあるね、はい、面白いシーンがあってですね、ね、まあ、そこで真正面に撮って、まあ、僕の影、真後ろから光が差し込んできてたので、僕のね影を入れて、はい、まあ、ちょっとね足が長く見えたりね、こんなに足長くないんですよね実際は。すごい胴体からすると何頭身だよっていうね、これ13頭身ぐらいあるんじゃないかっていうね、だからキャプテン翼みたいなとですね。ね、まあでもこのね、はい、写真をちょっとねアングルを変えて撮ったりするとこういう感じになりますね。急に曲がってね、そう曲がってね、うん、なんですね、あの左側のこの壁の継ぎ目、はい、コンクリートの継ぎ目なんかもギュッと歪んでますよね、はい、でもねほら右側僕の影歪んでないでしょ、まっすぐですね、ね、まっすぐなんですよ、ね、ちょっと不思議じゃないですかこれ、はい、ね、これちょっとあるね特殊な撮影法をしたんですよ。特殊特殊、いや、まあ、これはやっぱりね僕だからできたんでしょうね。なるほど、おそらくそんな技が、ちょっとね特殊な技を使ったんですね、見たいですか。見たいです、ね、見たいですか、はい、まあ今ね、皆さんも多分見たい、ちょっとね、はい、じゃあ見せましょうか、はい、お願いします。ちょっとねちょっとこれ立ち上がらないとできないんですよ。なるほど、ちょっと立ち上がりますね、はい、はい、じゃあちょっとね、立ち上がるので立ち上がります。普通上はね、はい、あこのレンズ例えばね、行きましょう、このレンズをこうカメラ構えてこう撮ります、はいはい、ね、カメラで実は今の写真っていうのは、まあ、やっぱ普通に撮ったら歪むんで、特殊な技を使うんですよ。どうやって撮ってるかって言ったら、さっきねこうこっちかこっちにこう歪んでましたよね、はい、こっちこう歪んでる、うん、でもそれを歪ませないようにするにはどうするかって言ったら、あこちらこちらなっ藤村さんが歪む、僕が歪むなるほどこうやってやるんです、うん、そうするとレンズの歪みで補正されていくよって戻ってくる。あ、なるほどっていう仕組みです。なるほどねなるほどねってこのご覧になられてる人が今バーンって盛り上がったかどうかは分かんないですけど、ちょっと分かんないですね、このテレビ越しモニター越しなので、わーっていう歓声が聞こえて、わーはーはーはーって聞こえてくると嬉しいんですけど、今これは収録です。収録だね、分からないんですよ、はいはい、残念ながら収録の雰囲気がね、今この収録しながら周りにいるスタッフの方がちょっとクスッと笑うかなっていう程度なのでねちょっと、ね、よくまあまあいいやなるほどね、うん、いう感じになるんですね。通常だったらこの人こういうふうになるんですよね、こういうふうに歪むんです。これが、うん、まあ、僕の技を使うとこんなふうに戻るということなんですね、うん、なので壁が、うん、歪んでも、うん、そんなに違和感はないの で、 そうです、ね、やっぱり影がまっすぐとあと落ち着きますよね、うんうん、そうですね、うん、こうやっちゃうと、あ、影も歪んでるから、あ、はい、フィッシュアイっぽいなっていうのが分かるんですけど、はい、まあ、これもね、体をちょっとひねってまっすぐにすることによって、フィッシュアイっぽくない超広角フィッシュアイ撮影っていうね、はい、うん、横の矢印もなんかまっすぐ向こうに向かってる感は出てますからね、うん、そうですね、はい、これもやっぱり構図のテクニックの一つなのかなと思いますね。これ撮ってるシーン撮りたかったですね。いやーこれね誰もいないからやりました、はい、誰かいたらね恥ずかしくできないです、ね、そうです、何やってんだろう、なんかあのおっさん一人でなんか体くねらせながら写真撮ってるぞって、ね、かなりシュールな絵でしょうね。そうですよね、まあまあまあいいとして、まあこのスナップもねたくさん撮ったんですけども、風景もね撮ってきましたね、はい、これはですね、先日も今から1ヶ月ぐらい前ですか、はい、もうね、1ヶ月近く前なんですね、北海道道東の方に行ってですね、
タンチョウズルを取ってきました、ね、これタンチョウズルね、まあ、あのタンチョウズル取るのに望遠レンズじゃない人ってなかなかいないんですけど、うん、そうですね標準レンズぐらいでも少ないし、まあ、強いて言えばね、まあ、真上とか飛んですぐ近くを飛んでくるタンチョウを狙うのに、標準系標準ズーム系を持ってる人は多いんですけど、まさかまさかタンチョウズル取りに行くのにフィッシュアイを持っていく人はまずいないですね。まずいないですよ。おそらく見たことない。そうですね、さっきと話が矛盾して被写体に近づけないですからね。そう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 、絶対に近づけない被写体なんですよね、でフィッシュアイ、そうですね、このお仕事をいただいてなんとかしてフィッシュアイの作品をたくさんいいのを撮ってこなきゃならないなっていうふうに考えて、まあ、やっぱり同等に行く機会がちょうどあったので、一緒にじゃあこのレンズを持って行って、なんとかタンチョウズルを撮れないかなと思って、で僕自身はやっぱり真上を飛んできて、すごく大きいタンチョウズルと下の方に風景っていうものを狙いたかったんですね、どうしたらね、全然この日タンチョウズルが遠くばっかり飛んで自分の真上飛んでくれないんです。なるほどこればっかりはね、そう、でなんかのルートがあって、今日はあっちの方結構飛ぶぞっていうルートが分かったんで、で、他にも何羽とかいたんでね、でそっちに移動したんですよ、そしたら今度違うところ飛ぶんですね。さっき言ったところ飛んだんです。やっぱり、ね、避けられてるんですね、ね、やっぱり野生の動物なので。そうなんですよね、まあ、しょうがないから、まあ、ちょっと夕日と夕焼けの雲と絡めて、ちょっと低空飛行しているね、このタンチョウズルを撮ってみたんですね、まあ、これはこれでまあありかなと、風景としてね、いい感じになったので、あの歪んで地平線がヒューッと、逆ぞりになってね、歪んで広い風景広い空を入れて、まあ、これはまあいいんじゃないかなと思いますね。結構あの、まあ、雲の形もあって下こう曲がってて、上を今度逆側に回っているような感じで面白いですよ ね、 ね、だこういう風景撮影っていうのもできるんだなっていうのはね、改めて思いましたね。でまあ、タンチョウズルなかなか飛んでこないんでね、あの待ってる間暇なんで日が差したり曇ったりなんで、近くにあったタンチョウズルの足跡を撮りました。これはタンチョウズルの足跡なんですね、雪の上を歩いたりしますので、ちょうどすぐ近くに足跡があったんで、でもこれもね、すっごく近寄りましたね。タンチョウズルの足って、足跡で、ね、多分6、7センチぐらいかな、この足跡自体がね、だからこの穴の直径が6、7センチぐらい、タンチョウズル自体はもうちょっと、あでもそんなもんかな、結構ね、タンチョウズルって大きいですからね、なので近寄ってね、こんなの撮ってまして、でまあ、風景写真ね、これはですね、屈斜路湖っていう湖、真ん中にね、島がある。湖なんですよね。でここは日の出の撮影ポイントでも有名なんですよね、だからちょうど日の出前にこの展望台まで上がって、ちらおちら上がってですね、あ車でですけどね、歩いていったわけじゃないですよね。で日の出前に待ってて、でもねこの日が寒かったんですよ ね、 そうでしょうね。あの気温はねマイナス15度ぐらいだったんで、大したあの寒気温じゃなかったんですよね、マイナス15度って言ったら冬の道東だと大した気温ではないんですけど、風がねものすごい強かったんですよね。風が強いとね、寒さもより感じて、そう、もう本当地吹雪舞うような感じ、ふわーっとねもう雪が舞ってたんですよね、もうめちゃくちゃ風が強くって、だからマイナス15度だったんですけど、ほんとマイナス30度ぐらいに感じるようなそのくらいの寒さだったんですよね、そうですね、もう風が強いともう全然あの、予報とかの気温とね、実際の測った気温とは全然体感変わってきますからね、そうなんですね、まあ、でこれは日の出前で、ちょうど日が昇ってくるとねこんな感じに、そうこれ今、水平線っていうんですかね、あれが形が変わりましたよね、そうそうそう、前のがちょっとこれがちょっと水平ぐらいですよね、まっすぐぐらい、ちょっとだけ、ね、下に見下ろしたんですね、見下げたっていうかね、アングル下げたんですよね、手前のこれモニターで手前見えるかな、手前の方にちょっと草とか、雪のところに太陽が差し込んできて、その質感がすごい綺麗だったので、キラ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 しててね、そうですね、これすごく綺麗で、
印象に残るなと思ったんですけど、そうこの時に日の出のタイミングでちょうど日の出のところに雲が少しかかってるんで、ちょっとね光が来たり来なかったりだったんですよね、はい、ちょうど2回ぐらいいい光が来てその時の1回なんですね、うん、なるほどね、うん、まあ、さっきの撮り方のコツでね、まっすぐとかあったんですけど、もちろん被写体の主役によってはもう後ろ曲げてでも前を入れるとかね、そうね、そういうアングルの使いこなしは必要だなと思いますね。でね、この時に大変だったのはね、こう展望台なんで、で展望台なんですけどね、まあ、ちょっと崖っぷちみたいになってるんで、はい、柵があるんですよね、はい、柵があると180度の画角だから柵の後ろだと全部柵が入っちゃうんですよ。あ、なるほど確かにね手前入ってますね。柵よりもちょっと前に出して、はい、三脚を立ててね、構えたんですけど、それでもね柵がちょっとまっすぐじゃなくってちょっとは向こう遠くのところでね、はいはいはい、ちょっと、内側に入ってきてるような柵が、形になってたんで、柵のね柵を入れないようにアングル探すのがちょっと大変だったんですね。そうですねこれよく僕もフィッシュアイで撮った、あとって、モニター見るとあなんだこの藤子はみたいになるので、なるべくその画面周辺まで見て構図を作るっていうのがね、特にねこう日の出前なんて暗いから、そうですね、暗い時にいかにこの構図を決めるかってちょっとねシビアな、シビアですよね。でこれ設定でね、カラーモードがねサンセットレッドにしてるんですよね、だからちょっとね赤みが強調されてるんですよね、すごい綺麗です。なるほどなるほど、そうやっぱりねサンセットレッド、これはサンライズなんですけどサンセットレッドです、そうですね、はい、なんかねその辺で使われる方もカラーモードをね、すれば作品に広がりが出てきますからね。このね FPL のカラーモードってちょっと特殊なのが多いじゃないですか、はい、特にこのサンセットレッドとかこの後に出すティーランドオレンジとかね、特殊なんだけどちょっと面白いのが多いんで今回いくつか扱ってきたそのうちの一つですね、あ、なるほど、ありがとうございます、はい、結構ねカラーモードいっぱいあるので、使いこなすのはね面白いと思います、ね、っていうか多分使いこなせてる人少ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんかイメージで、その時に余裕があればカラーモード変えてもらうといいかもしれないですよね。この時余裕なかったんですか、なんか、ね、寒いし、で次はね、まだ1点変わってこれは都市風景、都市夜景ですね、これはね、まあ、都市、まあ、建物の中なんですけども、これはねビビットで撮ってますね、非常に、建物自体がすごく武骨な感じでゴツゴツしてて、かっこいい建物だから、でまあ、ガラスがある位置があったんでね、下にガラスなんですよ、下、あ、そうですか、半分からこの画面の半分から下は、ガラスなんですこれ、あ、なるほど、あ、この2つがあるわけじゃない、あるわけじゃないです、ガラス、ガラスに上の、鉄骨が下のガラスに映り込んでるんですね、なので下はね反射です。反射ですか、はい、だからなかなか面白い感じが出てますよね、そう、なのでやっぱりフィッシュアイだからあんまり極端に上向けたり下向けたりすると歪みが強くなるんで、建物、まあ、歪んでもいいんですけど、この建物みたいな特殊な形のものっていうのは、あんまり歪ませるとちょっと、見づらくなるかなと思ったんで、なるべくまっすぐにしようと思ったんですね、この時はね、なのでまっすぐにする、でもそれで面白いアングルないかなと思ったらガラスがあったんで、あ、これガラス映り込み綺麗だなと思ってね、これいいですね、同じ場所、こういう場所ですね、なるほど、下見えてますね、そう、これ右側の、ね、手すりみたいなところにガラスがあって、はい、さっきのはそこに、ガラスの上に乗っけて撮ってるんですね、あ、なるほどね、ちなみにこれはティール&オレンジを使ってますね、さっきのアンバー、少しねアンバー色が強いので、はい、アンバー色強いのでティール&オレンジ合うなと思ってやってみたら、ね、かなり印象が強い、印象がいいですよね、オレンジ色、いわゆる、まあ、夕焼けとかもそうなんでしょうけれども、こういうアンバー色の電球って非常に多いんで、そういう時にティール&オレンジって、使い勝手が工夫すれば面白いんじゃないかなと思うんですよね、なかなかねカラーモードの力に頼っちゃうとね、まあベースの作画があって、さらにカラーモードをスパイスにするっていうのがいいのかなと思いますけど、ですね、はい、そうで次はねこれは夜景ですね、はい、これ新宿なんですけど、新宿の
ちょっと彫刻みたいなのがあってですね、はい、でここに周りに神殿風の建物があってですね、その下に天井の下にあの強い光ライトがあってですね、ライトをあえて入れてやろうと思って入れたんですよ、でちょっと最初にも説明したんですけど、夜景写真を撮ると光源光がですね、必要なんだけれども、邪魔になる時もある、それがすごくネックになる時もあるって言ったのがこういう状況の時で、強い光が強い光源が画面の中に入り込んできる時、もしくは画面のすぐ近くにある時って、絶対にフレアとかゴーストが出るんです、あの特にフィッシュアイの場合は。そうですね、でこの写真ねよーくよーく探してもね、それらしきものが見当たらないんですよね。いやそのくらいね、光学性能が素晴らしいんだろうなっていう、そうですね、ゴースト体制も、まあ、うちのゴーストバスターズがゴーストバスターズがね、頑張って消しているの、まあ、設計段階から消してるっていうのはあるんですけど、なるべく起こらない。フィッシュアイって、まあ、超広角系は画面にあの何でも入ってしまうので、余分な光も入っちゃうんですよね。なので、まあ、こういった撮影でゴーストフレア起こると、多分イメージとまた違ったものになるので、まあ、そのあたりはかなり気を使って、最後のね最後まで頑張って消したっていうのはあると思います、それが生きてます。工房も綺麗ですね。そうなんですよね、工房もすごい綺麗で、これは絞りいくつだったかな、絞り16か 16絞ってるのかなりもう絞り込んでるんですね、ね、なので絞り込んでるんで工房もすごい出やすくなっていると、でこの数だからこれ何枚バネでしたっけ、11枚ってことは22本出てるのかな、それ以上に見えますね、もっと見えますね、でも、奇数なんで倍になるから11枚だったら22本のはずですよね多分ね。そうですね、いやすごいねバーって出ますよね、だからまあ16まで絞ってるんで線も細いので、すごく綺麗ですね、この写真にはとても合ってる、絞りの選択だなと思います。でまあ、夜景のレクチャーみたいになっちゃうんですけど、これを見てあこういう夜景撮りたいなと思ってくれる人が いらっしゃったらあのちょっと注意したいのがね、この光防を出すために絞るっていうのはもちろん、ありなんですけど、絞れば絞るほどさっき言ったゴーストも出やすくなるんで、ゴーストって、ゴースト自体にピントってあるんですよ実は、なのでゴーストにピントがあってはっきりと見えてくるんで、ゴーストが出てたりするとゴーストがくっきり出てくるのも、絞りを絞ったらっていうことになるんですね。なるほど、なるほど。逆に開けるとゴースト自身がボケてくるんで分かり、気づきにくくなるんですね、どっちを取るかって、それゴーストがもし出ちゃった場合ですけどね、まあ、なかなか、あのゴーストとかフレア出た時にこうずらしてね、出ないとこう探れってあるんですけど、これなかなか無理ですねこれはね、広すぎて難しいですよね、どこに向けても絶対に入ってるっていうね、ただしこのレンズの場合はそれもそもそもゴーストが出にくいっていうね、そういうメリットがありますね。これすごいですね、実際の多分建物の形と全然違ってる絵ですよね実際あの柱はまっすぐですから真っ直ぐですよね、いやこれすごいなと思って、まあ、フィッシュアイならでの、作品だと思います。そう、いやね、僕これ撮ってる時にね、まあ、これも余談になるんですけどね、その今映っている目の前、テーブルみたいになってバーカウンターみたいになって椅子があるんですよ、あそこに座って、まあ、休憩とかできたりするんですけど、あそこのテーブルの上にミニ三脚を置いて、スマホを、自分に向けて、可愛い女の子が、TikTok 踊り始めたんですね、ああいう人たちすごいなと思って、みんながいる中でTikTok とか普通にやっちゃうんだなと思って、いや僕も後ろから見てて早く終わんねえかなと思いつつ、いやでもこの子すごいな結構度胸あるよなと思って余談でした。なるほど、はい、こうね、あの静止画の場合はそう、ね、あの人が入ったりとかそうそう、あのいない時がいい写真もあるし、なかなか難しいんですよね、だからちょっと粘って終わるのを待ったりとかしないといけないと思いますので、これ同じねあのあの彫刻ですね、角度を変えて撮ったんですけど、これはね、本当にこの改造感っていうかな、このメタリック感っていうか、この描写がすごく素晴らしいなと思ったのがやっぱこの写真
ですよね。まあ、なんていうかな、これ建物がぐわっと羽を広げたように歪んでるじゃないですか、はい、うん、でも真ん中の方っていうのは歪みが少ないので、フィッシュアイの王道な取り方っていうのは真ん中にこういうふうにドンと持ってくる、被写体をね、で周りを歪ませるっていうのが、王道な撮り方だと思うんですけど、まあ、それがよくできてる写真だなと思ってね、真ん中は本当に普通に見えてて、周りがね、そうそうそう、歪みね、歪んでるので、そう、まあ、それ同じような撮り方をしているのがこの写真なんですね、やっぱり真正面に向けて水平垂直を保つっていうのがフィッシュアイでは一応一番一般的な基本的な撮り方の一つになります、でも画角は広いのでそこに何を持ってくるか、例えばこの左の写真は縦位置にして、例えばこの作品、アート作品っていうのは、まあ、花がやっぱりテーマになってるらしいんですね、なのでこの花の絨毯っていうのがあったので、あ、じゃあこの花の絨毯取り入れた方がこの作品の、意味に近いだろうなっていうことで、まあ、これ取り入れたり、まあ、この右の写真もこれは作品なんですけども、周りをバックは歪ませながら改造感を楽しんでもらえればなと思うんですね、じゃあ次はね、横浜のみなとみらいの遊園地なんですけれども、これはね、まあ、これまでにね、僕の夜景講座とか、夜景の話を聞いたことある人なんか、この写真を見ると、あ、こういう写真が出てくるんじゃないのかなっていうふうに想像が ね、できそうな、すいません、僕も想像できちゃってますそうでしょでもね、この通常の想像とはちょっと違うんじゃないのかなと思うのが、こういうふうにね、こんだけね、まん丸になるっていうね、なんかボールみたい、ね、そうですね、これはなかなか見ない、ね、見ないでしょ、これはね、やっぱこのフィッシュアイだからですよね、これね、こう撮れるんですね。そうなんですよね、これは僕もこんな風になるかなって想像はしてたんですけど、ある程度、ここまで綺麗なまん丸になると思わなかった、あ、これいけるじゃんと思って、これは絶対作例一つ使えるぞと思ってなるほどね、結構よくね、著名人にして撮るっていうのはね、よくここでもやりますよね。このやっぱりこのゴンドラ自体が動くんですけど、動くゴンドラにライトがついてるから、この鉱石を狙うとね、このすごい面白い鉱石になるっていう、そういう、被写体ではあるんですけどね、それがこの 15mm フィッシュアイで撮るとね、こんな風に撮れてしまうっていうのはなかなか面白いですよね、多分夜景とか風景の幅を広げる、そうです、ね、写真じゃないかなと思うんですよね、これは一つ発見です ね、これはね、橋の下からですね、これレインボーブリッジですね、東京よりもレインボーブリッジの真下から撮った写真、モノクロームですね、すごいですね、これ ね、これもね、で撮った後に見て、これ手持ちで撮ってるんですけど、三脚立てずにね、まあ、手持ちで撮るために多少、感度上げたりしてるんですけど、質感がねすごいんですよ、これすごいですよ、すごいんですよ、質感とこの解像感とこの描写力がねすごくって、いや、三脚立ててちょっとね、あの絞りを加減してバッチリ撮るんだったらまだしも、手持ちで撮るために感度上げて簡単にちゃちゃっと撮っちゃったんです、これ、それでこれなんですよねちゃちゃってあんまり言わないちゃちゃって言わない、いやでもね、実際本当にね、これそんなに難しく撮ったわけじゃないんですよね。なるほど、まあ、でも確かに下からっていう感じは、ね、そう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 、なんかね、本当鉄骨のゴツゴツ感っていうか、この詳細なね、かっこよさがね、そうですね、見えるんですよね、結構、ディテール出てるので、そうですね、すごいなと思って、多分あとこのカラーモードのモノクロームがやっぱ質感が出やすいんでしょうね、これね、すごく、すごくね、相性が良かったのかなと思いますね、これ、こういう建造物を撮るのにはこういうね、ジャンクションですね、高速道路のジャンクションこれ自体クネクネしてるけどねそう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 、この高速道路のジャンクション夜景、特に夜景ね、夜景っていうのは、まあ、近年流行ってるわけなんですけど、これはね、箱崎ジャンクションというね、東京にある、地下鉄の水天宮前っていう駅があって、そこの上の交差点なんです、ここってね、水天宮前に行けばもう駅出ればこれが見れるんですけど、さすがにここまでの広角じゃないとこういうふうには映らない、そうですね、これもなかなか見ない、面白いですね、これね、
以前も僕はここで高額で取ったことあるんですけど、はい、ここまでの価格はやっぱ入れなかったり、ねしたの でしかもねここの面白いのはこの場所の面白いのはね街灯とか信号とかたくさんあるんですよ、それがね星みたいにカラキラキラって光るんですね。そうですね、うん、でしかに、下に下側にはあの車の鉱石もね入るし、はい、この写真ではねないんですけどこれ時間帯によっては、うん、この左側の明るいところって、はい、バスターミナルなんですね、バスターミナルなんでちょうどね信号待ちとかするバスがね真ん中に映ったりするんですね。うん、そうするとまた雰囲気違ってね、そう雰囲気違ってきますね、はい、この写真はちょっと非現実的なんですけど、バスが映ったりするとちょっと現実的な感じになったり、ね、なるほど、うん、だからまあこの場所で 2,3 種類の作品も撮れます、ね、撮れます、十分撮れますね、うん、はい、でこういうねジャンクション夜景にまあ近いんですけどこれはねモノレールですね、東京モノレール、はい、うん、モノレールの下ですね、うん、ぐわっと歪みを、これはもうまっすぐなところはない状態、うん、全部歪んでる状態ですね、歪んでるのとこの色がいいですよね、うんうん、やっぱり照明とかが青い照明が多かったんですね、はい、ここね、でその青い照明が受けて、モノレールの下側にちょっと水色になってたりね、うんうん、これもね、まあ、高速道路っていうかね、これはあの結構ね昔から有名な撮影ポイントなんですけど、はい、まあ、船着き場があって、船着き場の向こう側にレインボーブリッジ、はい、レインボーブリッジのところに入るための、ループがあるんですね、はい、道路のループ、ここができた当初もう何年前、30年ぐらい前でしたっけ ね、30年前ぐらいにここのポイントっていうのが非常に有名になって、みんなこぞってねこの写真が撮りたいって言ってね、広角レンズも持って行って、まあ、そこの鳩場まで昔は行けてたんですけど、今も行けなくなっちゃったの で、ね、今も立ち入り禁止になっちゃってます、あまりにも行く人が多くなっちゃったんじゃないですか ね、うん、本当は前に出て撮りたいんですけど、ここに道路沿いにフェンスとか壁があってね、壁が2メーター近いかな、1メーター7、80ぐらいあるんです、結構高いんですよ、僕の身長では向こうが見えないぐらい高い、その壁自体はあの30センチぐらい幅があるコンクリートなんで、上に乗っかれるんですよね、乗っかるか自分が乗っかると危ないんで、ミニ三脚、ちっちゃいテーブル三脚持ってって、そこに壁の上に乗っけて、で撮ってますこれは。あ、なるほど、うん、なるほど、うん、まあ、そうやってね撮ってもいいんですけど、行く人は、そこに立てるためにはアングル決めるためには、ね、脚立がないと多分立てられないんで、脚立で乗って、その壁の上にさカメラ置いてって感じにしないと、なるほどね、うん、じゃ結構大掛かりな、大掛かりというかね、ちょっとあの工夫しないと、パッと何も用意しないで行っちゃうと撮れないですね、そうですね、そうか、今撮れないんですね、今入れないですここね、これよく確かにそう見るところですよね、うん、でもねたまにね僕ここ1年か2年かに1回ぐらい行くんですけど、入ってるやついるんですよ、それはねダメですよね、本当にね、ダメだっていうところはダメなんですよね、あの撮りたい気持ちは分かるんですけど、マナーは守らないと、そうなんですよね、だからどんどんそうやって撮るところが少なくなっちゃうんですよね、まあね、この、同じアングルでもちょっとね、はい、設定というか露出を変えて撮ってみたのがこの次の写真ね、はい、おただ暗くしただけなんですこれ、はい、ただ暗くしただけなんですけど、すごい雰囲気がねぐっとね変わるんですね、そうですね、ぐっとね、やっぱりこの寂しさっていうかね、寂しい中にもこのループについている街灯がポン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 と丸く ね、うん、そこがあるのと奥の、ね、うん、レインボーブリッジの、うん、2箇所がすごく、ね、目立ってくるので、そうそうそう、うん、だから同じアングルでもね露出変えるだけで結構印象が変わっていったり、ね、しますんでね、はい、これはね、屋根付きの立橋っていうか、はい、まあ、鉄骨の通路なんですけど、はい、まあ、ここでね、写真を撮ろうかなと思って、カメラ構えたらなぜか一人あそこにね右側に女性がね、はい、ちょっと気になる人がいますよね、ちょっと怖いなと思ってなんかちょっと怖いな怖いな、しばらく僕カメラ構えてあの人どうするんだろうと思ってこの1枚撮って、どうするんだろうなと思って見せたんですけど全然動かなくって、じっとしてるんですよあそこ、顔だけこっちに、ね、はい、壁から右側に顔出した状態、なんかね下道路なんですけど道路そんなに車が走ってるわけでもないのに、じっと見てる、ちょっと怖いなと思って、
怖いなと思ったからより怖くしてやれと思ってより怖くしてやれと思って撮ったのがねこれねデュオトーン R1 R1 ねちょっとねこのカラーモードってね、ちょっと癖になりますねやっぱりね。そうですね、うん、まあ、これに走ってばっかりだとね、そうそうそうなんです、ね、そうなんです、ね、それはまあ本末転倒なんですけど、うん、ちょっとねこの怖いイメージ、さっきのね、この写真見て、ああちょっとなんか雰囲気がこの女性がいるから逆にちょっと意味深なね、なんかあるんじゃないかなって思ったから、それをより印象強くしてやるって言って、なるほど、うん、でちょっと人の影なんかをぶらして、ね、そうですね、そこは結構いいですよね、うんうん、そうね、ちょっと怖い怖いって感じねはいはい、で今度はねこれはジェットコースターですね、これジェットコースターのレールですね、ガーッとね、これは遊園地、ね、遊園地、あさっきのみなとみらいの遊園地ですね、そうですね、遊園地、まあ、この遊園地もね、入場は無料なんで乗らなければ、ね、はい、中にね入って、まあ、僕は写真撮ったりもしますけども、ここでね、うん、実はねこれは手持ち撮影なんですね、手持ち撮影、もう手持ちで撮ってもまあいけるようなレンズですからね、うん、これは、まあ、感度はちょっと上げてますけどもね、うん、はい、でここでね、うん、どういう写真を撮ったかって言ったら、はい、こういう写真を撮ってたわけなんですね、これはね流し撮り夜景ですね、流し撮り夜景流し撮り夜景っていうのもねなかなかない言葉かなと思うんですけどね、うん、流し撮りっていうのも夜景っていうのも、まあ、もちろん両方ともあるんだけど、うん、流し撮り夜景ってなかなか聞かない、いい感じに、ね、これはジェットコースターがガーッと来てるところ、はい、ガーッと来てるところを、流し撮りで撮ったんですけど、ただ単に横に流すだけじゃなくって、これどうやって撮ったかもう一回ちょっとね実践してみようかなと思うんですけど、はい、ちょっとね、はい、カメラねちょっと僕に向けてほしいんですけどね、そう、はい、あ向きましたね、はい、こうカメラを持ちました、はい、普通の流し撮りだったら横にこうやってやるだけなんです、はいはいはい、ね、こう横にやるだけ、 でも今乗ってジェットコースターが奥から左に移動しながらこう手前にグッと来てるんですよ、なので流し撮りもここからこんな感じで撮ってるんですよ、 なるほどね、なかなかねしんどかったですね、これかなり腹筋運動がね、ちょっと僕の大きいお腹がちょっとだいぶちっちゃくはならなかったですけど、はい、だいぶね運動になりましたねこれね、うん、そういうこういう動き、こういう動きです、ね、これね結構これだから大変ですよ、大変でした、ね、正直次の日ちょっとだけ筋肉痛になってましたなかなかねこういう経験もないと思うんですけど、うん、そうなんですね、今の姿を見るとね、うんうん、撮ってる姿を周りから見てるとね何してんだって感じがね、だからね僕の写真撮ってる姿を誰か見られると、うん、ちょっとおかしいところがいっぱいあると思いますまあなんか踊ってるのかな、踊ってるのかなみたいな、そうそうそう、なんかね、そう、まあ、あとねこれなんか結構比較的横に近い状態なんですね、はい、うん、ださっきのこっちっていうのは手前、あ奥から手前、うん、でこっちっていうのは、まあ、比較的横だけっていう感じで ね流し撮り夜景でしたね、まあね、ということで、まあね、成形写真に特化した、ね、はい、F1.4 シリーズだったんですけど、でもまあ僕は成形写真以外でね、はい、写真こんな風にいっぱい撮れるんですよっていうのでたくさん撮ってきました、はい、結構楽しいレンズだったんでね、まあ、皆さんもいろんな成形写真ももちろんなんですけど、成形写真以外でもいろいろ使ってほしいなっていうふうにね、思ったレンズでしたね、はい、ありがとうございました、はい、まあね、作品だけじゃなくて実践の動きがあったりとか、やって曲がるやつとか ね楽しいお話の中でいろんな、ね、フィッシュアイ使うためのね、さまざまなテクニックも教えていただいたと思いますので、ぜひ皆さんねフィッシュアイ手に入れてですね、こういった撮影楽しんでいただいて、まあ自分なりの、アングル見つけたりとか、まあトライアンドエラーでいろんな作品撮っていただければいいのかなと思います。まあ星をチャレンジする人もいらっしゃると思うので、そういったところで一本持っていって、でちょっと重いですけどね、カバンにちょっと、ね、重いので、まあ、1本プラスアルファで持ってっていただいて、まあ、今回は藤間さんにこれで撮ってくださいってお願いしたのでね、まあ、ずっと撮っていただいたと思うんですけども、ずっとフィッシュアイで撮るの多分しんどいと思うので、通常の
広角レンズなり標準レンズなりを持ってって、うん、これをスパイスに1本で撮るっていうのもいいのかなと思いますので、うん、ぜひこういったね動画を見直していろいろ撮影を楽しんでいただければと思います、うん、まだまだねお話とかアクション、ね、伺いたいんですけどもちょっと時間となりましたので、はい、今回のプロダクトセミナーは、これにて終了させていただきたいと思います。長時間皆さんありがとうございました。ありがとうございました。